いい加減クリアしたいな。今日10分でクリアすればもう伝説よ。レジェンドになれる。それは誰も予想がつかんぞ。確かに。新しく動画上がってさ、10分ってなったら。大穴中の大穴でしょ。嘘ってな。理論上いけるからな。理論上は。理論上は。まだまだ今はシュレディンガーのやつ。まだまだ未来はある。まだわからない。まだ期待値は。未来が同期しているんだ。その動画が上がって、チークバーを見て、納得するだろう、みんなでも。ぬるっと始まった。お、もう慣れたもんよね。ぬるっと始めるのがいいんだ。まあ、なるほどな。前回の、うん。経験が生きているかもしれない。なんかスムーズだぞ。おお、うん。今のところ、よどみねえな。今のところよ、よどみねえな。よどみねえな。お、パタパタも踏む。大丈夫かな。このパターン、やっぱりな。よどみねえな。今のは、まあ予想外だな。まさかこの流れはだったよ、完全に。期待を裏切らないね。それも私だ。裏切ってくれよ。まだ、まだ10分でクリアの可能性は。いい加減裏切ってくれ。頑張ります。これ8の1をクリアしたとしてもさ、まあ、3があるんだよ、3と4。3と4、2と3と4がある。おい。お約束を。65歳だよ。安年金を受給してくれ。反射神経が。くれよ、年金も。だったらっていい。このプレイ動画を見せれば。ああ。市役所に提出してくれ。年金事務所に。これが証明です。お願いします。この通りも、65歳のプレイなんで。65歳まで生きてないだろうな、多分。払は年金払い損。長生きしてくれ。痛いね。嘘長生きしてくれ。自分の号令に当たって死ぬのか、奴は。そんな、そんな人生の最後。奴は健康診断とか行かないのか。行ってる行ってる。そんなに、でも、あれかな。去年行ったぐらいだから、そろそろ行かんとね、また。なんか悪いところが。あれ、僕は肝臓がだいぶ、数値が高い。肝臓なんだ。肝臓どうやばいんだ、うん。脂肪肝だよ、だからお酒じゃない。うん。うん、そうそう。コレステロールか。そうやね、うん。ほら。その割にはマック食ってる。マックやら米だよな。天一や。もう、俺はもう、振り返らない。食いてえもん食って。そう。あ、ほんだら。おお。どんな未来すごいところ。あ、どこだっけ。この辺だって。倒したぞ。左から3番目だ。あ、よし。輝け。あー、いかいか自制したぞ、ついに。学習がある。俺は65歳ではないぞ、もう。その勢いで天一を自制してくれよ。天一と。と天一を自制するか、スターを自制するか。やす、今何キロあんの？ちょうど80ぐらい。あー。さあここは覚えたろ。こんなん暴露させんなよ。いいだろ別に。どうでもいいじゃん。なんで乙女なんだよそこだけ。その体重。死ぬのを恥ずかしがってくれよ。あれヤス身長170ぐらいだよな。ああ170届かんぐらい。人権はないっす。自己紹介ができたのか新しい。どんどん俺のあれが。俳句が。田中ないい子だよ。人生が変わってしまう。アフタータヌかな。まあね、すごいすごいと思うよあの子は。マジで誰目線なんですか。おじさん。65歳の発言。近所のおじさん。あの子はすげえよ。本当にすごい。よいしょ。ほい。ちなみに今日の昼飯は。いや、昼食べてないね、今日。何じゃ、その生活。いや、おい！あんまり。バンニマック。いい時勢だ。
まあちょっと肉食って、肉っていうかまあ豚バラ食ってきた。豚バラ、やる気満々。豚バラか。そうやね。豚バラ入れてきたか。力が入ってるな。豚肉食ったぐらいでこんな言われる人いる。いや、さっきさ、LINE でさ、うん、ヤスのレスにさ、はい、うん、ヤスのレスにびっくりマークがついてたんだよ。この数年で初めて見た、そんな。びっくりマークつけるやつ。どうせつけるなら赤び、赤びっくりマークで言ってほしい。確かに、確かに、ね、確かに俺、そうそうつけんからね、あの、びっくりとか。今日は力が減ってる。力が減ってるぞ。うん、そうなのかな。いや、結構ヒヤヒヤしたから嬉しかったんだろうな、多分。やべってなったから。よいしょ。ガンガン。ガンガン。ガンガン。八の三はどうするんだよ。無理だろ、こんなの。見せてくれよ、八の三を。そうだよな、まずそれよな。うん。いやー、もう10分でクリア。10分でクリア。無理だよ。もう、してないから。もう無理だよ。まだ間に合う、まだ間に合う。8分ぐらいかな。まだ参る。あれ、同じ新型した。もうヤスが死んでも笑いが起きなくなってきた。ねえ。当たり前の風景になってきてるな。そうですか、日常って感じ。日常に溶け込んでいる。呼吸と一緒なもん。呼吸のように。自分を呼吸と。ヤスの呼吸。ヤス。寝てる間しか使えない。とにかくもうあの、ほんと最後のあの、ちょっと待ってよ、もう。3連続やぞ。こことにかくあそこだよね、ほんと。最後の大穴さえなんとかすれば。いや、今のとこだよ。まずは、一歩一歩行こう。一歩一歩な。確かに、言うか。びっくり。そうだ、少しずつ、マリオも強くなる。そう、それがいいんだ。パート7まででいくつ使ったのに、パート7まででパート8使ったのか。うん、まあそうだな、うん、パート8、おかしなことになったら8面でパート8使うかもね。今日クリアすればそうよ、定山あっち、あっ、何な、何すごい、そうなんかすごい、危ない危ない危ない、落ち着けミラクルを起こしたことに驚いて死ぬ、もう自制、覚えている体が、コメダに合いすぎ、コメダダメだよ。そん最近そんな言ってないな、月1回行ければいいぐらいか。マックもさ、ちょっとやめよ、うん、そう、え、そこまで。うん、月1にしよう。もう、あ、ここだな、やっぱり多分ここ行ければ行けるのよ、正直。それはそう、それはそう、うん、うん、でもこっからもういや、このゲーム。あ、なんか一人でコンティニューできるんだから、俺たちに言えることは何もないんだ。コンティニューできるっちゃできると思うけどね。スタートしながら、なんだっけな、コマンドあった気がするんだよ。もしくは最初からやるか、いや、そんな簡易村に最初からやって 5機6機持ってここに来るんだ。そんなウィンキー引っ張るものワープ使えばいいから、無限ワープしてもいいよ、全然。できればね。無限はダメだ。ダメか。無限はダメらしい。まあでも、どうせ無限やっても全部使い切るからさ。そうやね。間違いない。もう使い切ってるよね。使い切ってる。あ、いや、普通にコンティニューがあるのか。いや、そう。一回戻ってみよう。俺、8面だけだと思ってた。ゲームオーバーになった後、タイトル画面で A ボタンを押しながらスタートボタンを押すらしい。やってみますか。前回のプレイが終了したワールドの最初のエリアからゲームが開始される。何？よし。やろうやろう。大ギリン。スタート押しながら。大ギリン。スタート押しながら A。あ、違う。A ボタンを押しながらスタート。A ボタンを押しながら。あ、高ギリンどうだ。おお増えた。いいじゃん。え、ってか、いや、これ、ここ。だからこれでやる。1増えたところで。1増えれば、いや、言うほどなんてしてたんだ。大きな一歩だ、これは。確かに。ゲームの仕様だからな、しかも。そう。悪くない。権利だ、これは。確かに。今ではね、違法だったけど。
これは合法だから。タイムパトロールが動いている。いい単語だ、合法。ラーメンの汁持ってきてね。あ、落ちた。ギガゾンビ。かわいそう。パッパラパッタ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 だいぶこの辺、うん、あれだ、ステージ覚えてきたな。前回よりもやっぱり。悲しくなるな、ステージ覚えてきた。人は変われるんだ。そうだ。ここやね、やっぱり。ここやない。あれ何がダッシュ選手、なんで落ちるんだ、そこで。いけるじゃん。いけるやん。いけるやん。お手もやん。あ、やばい、やばい、やばい。流行るなよ。いけんやん。油断するな。よし、俺たちから言うことは何もない。これはもうもらったな。はい。俺、この間、ヤスのプレイがあまりにも下手だったからさ。ふと数年前にやった、自分のこのファミコンのマリオ1の実況とか見直したら、うん、普通に、うん、ノーコンで8の1は1回でくれます。なんぞマウントマウントか。あ、まあ、マウントにならんな。でもそうだね、マウントにならんのよ、休みは。そういうどんだけな、どんだけ波かかる。そりゃそうだろ。土にマウントは取れない。すでにマウントだからな、乗ってしまってるから。ドゲネと一緒だよ。これより下がない。やすは地球。やす。やすは地球なんだ。推しのやす。危険地、やす。危険地。おお、やすを開拓した。覚えたか。おー、ああ、来た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 。やん、もう余裕じゃん、じゃあ。8の1がクリアできない皆さん。このやり方を使ってください。やすでもできる。攻略を安でもできる。安でもできる。できるやん。安でもできる攻略を。全然できるやん。どうしたんだっけ。もう。やっぱよしよしよし。今まで柔軟な関西弁。やっぱ力が。関西弁。豚肉大事だね。関西人なのに関西弁全然使わないからね、安。安もっと関西キャラでいきなよ、これから。18年目は。ちょっと今日。関西弁でお願いします。いやでも普段から使ってないやろ。でもおなんでこんな嘘くさいんだ。嘘くさいだろ。嘘くさいでしょ。日本のハンバーガーショップと同じぐらい。ガッガキくさいんだ。あまりロロリ。よし行くで。よいしょ。あいかんかん。バスへの森田なんだよな。ワイはジョーのプロフィールを見てから、そこでフィニッシュや。大きくな。ああ。フィニッシュすな。いいよ。なんか、順調だな。うん、安うまいんだから。安はうまいんだ。あんまりコメント言ってや。自信を持ってこうよ。次のゲームのことを考えてもいいのか、これは。さあ、次の山場。希望を見出しているぞ。ここは助走ジャンプだ。俺たちは土管上からの方がいいかな。俺たちは進撃の巨人のような気持ちでやってる。もうあの褒めよこの檻の外から言ってることはできない。ふっといったな。大丈夫、ヤスの一ヤスの頭から今針は抜かれている。あっ、もう一つ。何本刺さった今、逆に。刺さってるな、これは。まだまだ刺さってる。これ何本ある。抜いても抜いても抜いても針が。面白いよ、投げてくるな、こういう本当に。あぶない。ヤスの脳みそ、このトゲ像ぐらい針がある。なんで今俺生きてるんだ。そうだ、キノコがある。あ、あぶない。落ち着けよ。いけるいける。おお。ここ怖いんだよな。おお。さあ次は何のゲームをする。ちゃんと考えてくる。夢も見よう。夢で終わらせない。いや、これ夢は
夢は終わらねえ。中途半端に希望を持たせるなよ、俺たちに。小暮くん。最も残酷な行為。まだ。さあ、飛ぶんだぞ。すなんで落ちるんだ、そこ。へそに入った、ちゃんと。でも、助走をつけろって感じでやってたから。安っぽくなっちゃった。へそ入れるなぁ。あ、まずい。これは一気に難易度が。やつが来てしまった。まず、取れさえすれば。取れさえすれば。あ、帰ってった。そう。帰った。あいつ、温情が早いな。近くが。よし。エイジの代謝、気持ちよすぎだろ。向こうのキラ消したいな。キラ消し。キラ消し。放発だ。キラーだよ。おお、あ、攻略した感じする。すごいな、一歩一歩。これが安のプレイ。で、エルデンリングをクリアしたのか。この粘りじゃ。クリアしてないのか。こっかー、もうこういうの多いよな、八面ちょっと。ボタンを押すタイミングをちょっと早く。乗り越えてほしい、八面を。新聞に投書してくれ。なぜ八面はこんな八面が難しすぎる。40歳男性死亡儀。マリオ1の八面が難しすぎます。もっと楽しませるようなゲームを作ってほしいと思う。40歳。インテンドリーマン大阪府男性40 死亡感。やめてくれよ。死亡感はちょっと強すぎる、そのカードは。普通に悪口だね。いやでも40となったらもうみんな死亡感でしょ。そうよ、今の世の中。死亡感って何なの？中性脂質が上がるわけ。まあそんな感じなんだ。中性脂質と悪玉コレステロールとかかな。確か中性脂質です。ゲームオーバーだぞ。おい、カロリー取りすぎ。中性脂肪か。中性脂肪どのぐらいなの、安って。あ、え、普通にスタートしちゃった。中性安。A を押しながらだ。中性脂肪。250。中性脂肪。覚えてないって。よく、なんでそのむしろ覚えてるんだ。最近健康診断受けたんだよな。おぉ。そりゃ無理だ。それはわかるわな。どうだった？中性脂肪は60だった。それは、普通ぐらい？ぐらいかな。なんだっけ、40から140、うん、ああ、じゃあ、めちゃめちゃ健康的な。いいじゃん、健康だね。シドがいるぞ。死にかけてる。魚が。魚食えよ、お前。なかなか食えるところなくてね。まあ、確かに魚大事よね。うん。うん、定食屋とかさ、めちゃくちゃうまいよね。うん、めちゃくちゃうまい、そういう話じゃない。そういう話じゃないのよ。うまいから大事。うまい魚をセリスからもらった時のシドのセリフ。新たな死に方を開発するんだ。なんでそこで死ぬんだ。シド。おじいちゃんって呼んでもいい？セリス、この魚めちゃくちゃうまい。なんで死ぬんだ、それで。舐めてるメットのケツに頭を突っ込んで死亡。舐めてるだろ、これ。デスノートに書かないと しないです。あんまり言わんでくれ。言うだろ、これ。あんまり言わんでくれ。舐めてるでしょうだろ、これ。舐めてるやつでしょう、やす。舐めてるやす。完全に舐めてるだろ、今の。まだ開拓の余地があるなんて。あんまり笑うメットも俺で殺されると思ってない。エイジ退社する寸前で残業が。これでもほんの少しで上がれるというところで。ねえ、2分ぐらい残らなきゃいけなくなった。サラダを頼む客。なんじゃない。なんじゃない。今のはジャンプであふれてる。もう死んでくれ。もう死のう。もう死んでくれ。緊張感というか集中力が途切れてきたか。死亡感で歯車が出れたかもしれない。もうやめてくれ。
おじさんをあまりいじめないでくれ。今まで使っておったのが10倍買いおけちゃう。変身犯のドヤ顔。10倍までならいけるんでしょ。あれおかしいよな。強くなったら強くなるほど5倍10倍できるんだったらさ、今何倍できるんだよ。4000倍ぐらいできる。鳥さんもそこまで深く考えてない。もうその考えることもないんだ。やめてくれ。やめてくれよ。もうその設定を突っ込まれることもないんだ。もうスーパーサイヤ人ゴッドですら闇に葬られたんだから。もう全部パラレルワールドになっちゃったね。結構ドラゴンボールってなんか一本気だったので、ね、シナリオっていうかね。最近はもう本当なんかパラレル多くなってきて、だいぶ。もう大魔が最新のなんだろう、ピッコロが主役の映画、あれスーパーだな。そう、スーパーヒーロー、うん、見たんだけどさ、なんかレッドリボン軍の作ったメカとさ、アルティメットご飯が互角だったんだけど、うん、もう分かんねえよ。分かんねえな、序列がな。ドクターヘドだっけ。ドクターヘド、まあでも、なんだろう、ファンサービス的な映画だし、やっぱりピッコロさんとご飯のための、確かに、ね、たまにはその世代のあの話をやろうみたいな。うん、俺は好きだったよ、だいぶ。ピッコロのパワーアップ雑すぎないか。雑すぎるのに、天皇に頼めばさ、できんのか、うん、強くなるんか。力超えてんじゃないの。潜在能力を引き出すだけならできる。うん、よう分からんよ。ピッコロなんだよな、ドラゴンボールの映画は。基本、いいポジションばっかりあるから、ピッコロさん。ほら、ピッコロもすげえな、あんな序盤の敵なのに最後まで格が落ちないからな、うん、そうだね、確かに。あんまりガツッとした負けがないからかな。うんうん、前線するよ。それは早々に解説役になったことのあのメリットというか。でも原作でも勝ちがないんだよね、確か。サイバーマンじゃない、最後勝った。ああ、あれ17号って、あ、いや、決着ついてないか。互角で終わってしまったからさ、力士だったらもう幕下ぐらいの、うん、あー、いやこれはしゃあないよ。サイバーマンにしか勝ってないよ多分。悲しい。ドラゴンボールにヤスのマリオの腕を上げてくれと。それは能力を叶わなさそう。それは神を超えている。神超え。じゃあどういうお願いの仕方なら上手くなるんだ。ヤスの潜在能力を解放するんだ。それならできる。ナメック星に行こう、ヤス。より下手になりそうだ。大長老に触ってもらう。レアなやられ方が見えるかもしれん。ナメック星か。ヤスの、せめてヤスの死亡義務を取ってくれ、シェンロ。周りのレベルを落とすの。じゃあ、大魔方式で行こう。あの、塞いでくれ。どうだろうか。のこのことクリボー動かなくても死にそうだからな、ヤス。結局穴があるからね。穴を塞いでくれ。マリオの全ての穴を塞いでくれ。それならできる。せーの。シェンロンすげえ。よいしょ。よいしょ。はい。ここはでももういけそうだね。うん。攻略法が。ここの、これ殺意すごいよね、これ。ちょっと。俺じゃなくても落ちるよ、これ、さすがに。よいしょ。落ちたことはあるな、実際。だろ？うん。頼むわ。うん。ん？ん？あ、だから生きてる、生きてる。大丈夫。読み合ってたの？俺も死んだとは思ってない。そこまで死亡義も悪いのかよ、すんの。この一瞬で倒れるぐらい。王と小麦みたいな。いるか、ヤス。いるか、ヤス。いるか。はい、いくよ。3連生。おい、いるか、ヤス。おい、後押しした。いるか、ゲームオーバー。ヤス。いない、いないじゃねえか。いや、お姉像まで殺すなよ。こんなことあるんですね。マジでパート16までかかるかもしれんぞ。
そこ知れぬ人間の悪を見せるぞ。もうやめた、考えるのは。安に身を任せよう。うん。見たくなくても見てしまう。大前寺安。ほら。ほい。やばいよ。シーモアの頭の三角の平坦の斜めのところに当たって死んだ。マリオさん、巨弱やな。そう思うとクリーム結構でかいな。チビマリオがどんぐらい小さいかわからん。一緒ぐらいだから、ね。確かに。でかいな。でかいよ。80センチぐらいあるわけか。今の面白いわ。万博が開けるぞ、もう。今なはわざと死にました。まあまあ、コンティにした方がな。わざ死にした。今なはヤフわざと死にました。わざ死になったか。行くぞ。みんな略称が。何でもヤフか。うわうわよいしょ。はい。あ、でも、ポイントがゼロになってる。それはしょうがないだろう。そんな、今までポイントやコインはどうしようもない。気にしてた。ポイントを諦めるんだ。ポイントを気にしていい立場ではない。まあね、穴行きかなと思ったら。まあね、不正なポイントだからな、確かに。うん、これはまあ、99万点だよ。逆にあれだよ、歴史に残るよ。よ いしょ。いつまでもゲーセンの歴史に残る。どんなプレイしたそんなことだよ。YAS。YAS が。YAS さん。誰だ、こいつは。一体どんなプレイを。ここちょっとやらしいよな。よいしょ。もはや語るまい。語ることは同様、同様が見て、同様が見て。語るに落ちる。今度は攻めるのか。ん？あ、いっか。まあまあまあやりましょう。ここまで来たら。そうだ。そうだ。後ろを振り返るな。何やねん、今日8の1。パソコン買ったのか、そういえば。うん、まあ、ある。まあ、ある。まあまあまあ。話しかけると、まあ、ある死ぬ。ある、あるっちゃあるよ。確か10月の初めぐらいに聞いたら、まだセットしていないという。うん、さっきね、その、まあ延長じゃないけど、先に PS5 をセットしようとしたのよ。おう。それで配線いじってたら、まあ Wi-Fi が。あ、それで Wi-Fi が。そうそう。治ったって言ってたのか。そうです。安にして Wi-Fi が通ってんだね。Wi-Fi を遮断されてるわけじゃないんだろうな。なんか全部有線でやってそうなイメージが。Wi-Fi になるとやっぱりさすがに携帯が、ね。スマホも線をつないで。できるの？それできないでしょ。喋りながらやるとこうだ。喋りながらやらないでもこうだろ。くそー、言うな、それを。集中でいくぞ。集中 FP50 重すぎる。重すぎる。いや、その熱血も重いからな。そうや、いやにも重いな。覚えないよ、熱血は多分。奇跡は覚えるかもしれん。アルマのボス。無茶系か。無茶ボス。確かにボスボルト似合うね、やす。まあ、名誉と捉えておこう、それは。みんなのレベルを上げられる。補給ができる、やす。補給もできる。火力もある。確かに、火力はある。いいところは、命中率が低い。宇宙 D。いいところがない。いいところしかないよ。あ、なかったわ。いや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 、今 A ボタン押したよ俺。
アナ D。D どころじゃないでしょ。横線だよ。陸 D だな。そもそも陸 D なんだよな。ああ、確かに。どこならいけるの？海がせいぜい C か。えメットも D だ。メット D。メットに。メットでも今の A だったのか。イカ様判定だ、今の。ボーチェリだ、どんどん、どんどんなんか、死ぬの早くなってないか。あと集中力スピードが。ガソリンなくなってきたな。豚肉をよこせ。集中力。ニンニクとか食べなきゃダメだ。ほうれん草だ。ニンニクを食えばね、隕石にも耐えられるから。体も強くなる。そうそうそう。はい。てってて。なるんで。もうやだ、もう。じゃあどうすんだよ、もう。じゃあどうすりゃいいんだよ、俺たちは。適当に1回やってても。だ適当に1回やっててください。もうこれで適当なガヤがパート16まで進んでそう。もう、本当に。適当にも限界がある。なクリアしますよ。やっしますおさっき食った豚肉の味を思い出すんだ。豚バラを。自分だけの場所に行ったときみたいな。私はさっき食べた豚肉の味を思い出した。記憶が。エイトメロディー流すな。そんな豚肉で。豚肉。そのエイトメロディーの風景。でもね、お前だけの場所が8の1なのか。天一。可能性あるな。なんで飯食うのなんで。レフのコントを豚肉にすれば再現できると。マック天一米だ。豚肉。俺の生活。しかない。いや、4つの場所が。大丈夫か、俺の生活。あれ。あれ。見つめ直す人生。久しぶりに聞いた。ギーグは肝臓の形をしてるぞ。ヤスに祈りが届くか。俺たちの祈るか。よくわからん。二人組のおじさんが。あ、ヤスさん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 、悲しい。フランクさんでダメージ入りすぎなんだよな。すごいよね。相当ネフのこと好きなんだろうな、フランクさんは。6000ぐらい食らすか。思いがすごいんだろうね、思い入れが。フランクさんはすごいよね。オネットに、いていいレベルの人材じゃないよ。別に、そのオネットを腐す必要もないだろ。エンディングをハンバーガー屋で働いてるからね。あ、そうなんだ。独学で選手くれるレベルの。確かに、ジェフ、アップルキットに次ぐ知能もあるし。うん。あんなもん作れたら。ギャングっていうか、ヤンキーがやっていいレベルの発明じゃないよ、あれ。オレンジより全然頭いいな。オレンジの記憶どうなんだろう。ゆで卵を生卵に戻す研究してるから、実るかどうか別として、志は高いよ。筋肉マンのアニメやってたんだ。ゆで卵、そっちのゆで卵を。生卵に戻した方がいいよな。常に茹でってる。あ、ちょっと。そうだね。生にした方がいい。ねえ、あ、深夜に筋肉マンやってたのか。あ？やばすぎるよ。ああ、もうやばすぎるよ。このプレイやばすぎるよ。茹での話したから。生に戻してくれ。生に戻してくれ。茹での話をしなくても、俺だよ。もうそろそろ画面見なくても、音だけで何やってるか分かるようになる。もう40分経ってるぞ。
ひえー、うわー、まじゃ。ひえー、10分とか。みんなの時間をこんなん使ってしまって申し訳ない。ほんとね。ほんとに申し訳ない。はい。俺たちは17年一緒にいるんだ。気にするな。ありがとう。魔王様。俺はいい。足もふもこいってるよ。あ、気にするな。気にするなスタンプ誰か作ってくれ。ガイキングスタンプを作るしかない。ガイキングスタンプ。シンスパスタンプ欲しいよな。欲しすぎるな。私は宇宙人だ。シンスパスタンプで。なあそこが。シンスパスタンプ。あそこが。スタンプになるかよ。シンスパってだけでよ。いやいや、絶対なるよ。足もふは絶対に欲しい。足もふは絶対いる。アシモフとケンイチの精神コマンドと、まあ師匠の宇宙人は絶対いるな。おかしいとこばっかだな。よいしょ。あー、いかんいかんいかん。よいしょ。ここももう慣れたもんだ。ここ安定して出して、ここすごいよ。ここ安定してる代わりにその先で落ちてる気がするから。いや、これね、ちょっとあの精密動作やからね、これ。ゆっくり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 やばいけど、ゆっくりやってゆっくりやって、精密よー、精密射撃。竜はちゃんと漏れてるのかあります。ボドボド。あ、まあ、まあ、仕事なんでね、永遠切れるでしょ。なんか竜少ねえな。あまりやめてね。ルール感の話だ。うん、よいしょ。なんか毎回ここは小気味よく抜けてくるの。うまいぞ、やす。おお、反応ある。若返っているやす。あれをしのげるとは。何？おお。表から踏み、裏から踏んだ。挟まれた。すぐ油断するの。挟まれた。もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ。もうダメだ、これは終わった。何を見たらと。いや、と思わせてここで死ぬ。いや、ヤスなら超えてくれるさ。もう超えたら、やれると思ってここで死ぬ。なんでこっち来るんだ。帰れよ、もう。帰れ、帰れ。帰れ。うわー、おおおお、2連さあ、ここちょっと止めねえって、ここ宮本に行ってください。いや、ほんと落ちてすぐジャンプ押せば飛べるはず。まあ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 、間違いないんだから、それで空も飛べるはず。おい、落ち、こい、勝負。ああ、なんで落ち直すんだよ。あれ、もしかしてわざと死んでる。吸い込まれていったぞ、今、なんか。わざ死にだな、これ。台本。やらせが下手な。ああ、もう、なんで、なんでさっきまで3機あって盤石だったのに。すぐに、あれなんだ。さっきの自分から落ちたんだ。なあ。終えたのに戻って、本来落ちる予定。なあ、きつぅ。わざと死んでるんじゃないか、これ。いくらもらってるんだ、これ。金が動いてる可能性があるの。 俺たちにバレないようにわざと死んだ回数かける1000円ぐらいもらってるのかもしれない。やっとしたら金持ちがこれをモニターで見ているのかもしれない。赤ワインを携えてかけている。そう、ドキ。ペルシャ、ペルシャ猫、ペルシャ猫、ガンを着て、ハマキを、あ、ババさん、飛ばさん、マウント飛ば、なんて言われたか知ってるかい。キラーだよ。俺たちのあれ、飛ばさんにつなげる力すごい。よいしょ、バレちゃった。あ、え、うっそ。穴無敵じゃないんだ。助走に入ってなかったんだな。まあまあ、間違いなくそうなんだけど。ヤスはこのゲームのデバッグをしてるのかい。優秀すぎるだろ。
デバッカーとして。うん、一生死んでくれる。セロリン、うますぎる人がちょっと難しいかな、なんとかクリアできるレベルで難しちょうど難しいのです。よいしょ、いいからクリアしてくれ。はい、おまささくらいにやってほしいな、ここ。マサさんうまいからな。まあ本当にうまいからね。普通にクリアしそうだな。でもよいしょ、なに。マネモブみたいな声だった。しゃしゃ、今の何はだいぶマネモブだったの。しかも死ななかった子に対して何って言ってたから、何だからね。死ぬと思ってた。まあまあ安定しとるとは言えんけど、まあそうでも成功率 70% ぐらいまでになって、もっと低いな。成功率 50% ぐらいまでには引き上げたから大丈夫。しっかり計算してくれ。あ、大丈夫すぎるだろ。 20% ぐらいしかないから。自己評価が高すぎる。でも8の乳を拝める回数が増えてきたな。そうだね、うん、この授業も足しとも、うわー危ない。気をつけ、投げろ、勝負。あれ、あ、勝負。よし、ゆっくり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 行こう。 B ボタンを押さずに行こう。もうこれは落ちるんじゃないか。縛りプレイだろ、ただの。やめた。これやっとけばいいんだから。そうそう。そうだよ。え、なんやねん、こいつ。小足が刺さったな。集中すればいけるって。安一本集中だ。申し訳ない。マジ集中だと思う、ほんと。面目ね。もうでも50だからな。あっはっは。え、50?50? 取りすぎでしょ。ああ。消費がね。消費が。急に10年経ったのかと思った。50歳のやす。10年この8の1を。そろそろ28周年ですが。あとなんだよ。パート。パート。パート1000ぐらいになりそうだな、そしたら。それはそれで伝説だな。よし。俺はもう絶対8の2クリア振るぞ、ここで。お。絶対、絶対振る。集中だ。集中!絶対振る。まだいけない。安の目の炎は消えていない。あ、キラーの後ろの部分。キラーに、そっちからぶつかることあるんだ。キラーの後ろの部分ってどういう構造になってんだろうな。マリオカートだとバーナーがついてた。なるほど。それで死んだのか。そうそう、熱かったんだ。激しいんだ。目の炎が。よいしょ。よいしょ。まあでも確かに、年取ると集中力落ちるからさ。しょうがない。うわ、できた!いや、でもすぐ帰る。何故にここまで行くんだよな。うん。あるよ、ゆっくり、ゆっくり。キノコ取るまでは比較的。ゆっくり、ゆっくりさ、キラーの上を。あ、おお、おお、おお、ああ。もう、やだやだ。よし、絶対クリアするんだ、うん、あの気合を見せてくれ。絶対クリアするぞ。そうだ。するぞ。するぞ。あ、お前は、え。いや、助走が足りんかった。助走が足りんかった。今日なんか加藤が喋った時にキャンセルされる確率高いの。加藤キャンセル。喋り出した瞬間穴に落ちるをなんか3回ぐらいもう見てる気がする。頼むよ、安さん。勝負。勝負。流してくださいよ。なんだあいつと勝負。集中だ、集中だ。集中だ、集中だ。中継ぶと真剣勝負。集中するぞ。いや、本当に集中して。
やばい、気が減った。気が減ったぞ、ヤスの気が。ヤスの、え、まあまあまあいいでしょ。よくね。今日は小話するか。まあ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 。あと9、いや10か。あと10分でいける？あと、ワンチャンスください。泣きの1回。見守るか。ちょっとウルトラ集中してやるのも。これでゲームオーバーになったら、マックとウルトラ集中。ヤスのエースボーナス。ウルトラ集中。うん、いや、ちゃんとやればいけるよ。そう。まあ、あれ、ちゃんとやらなかっただけなんだ。まあ、やってなかった。ヤスは。こんなことあるんだよ。人生と同じだ。ちゃんとやればいける。俺はちゃんとやればいけるんだ。ちゃんとやってないだけなんだ。牛島くんのキャラだよ、もう。やつの通信簿にも書かれてる。やればできる子。ちゃんとやればできる子。集中。まだ2期ある。いやー。まだ日はある。でも、牛島くんのキャラだとまともな方だよな、やつは。比べるのがやばいでしょ。いやいや、ひどいな、今の。おぉ、ウルトラ集中どこ行ったんだよ。ウルトラ集中で、今のでヤスの集中が切れたんだろうな。牛島くん。牛島くんに TKO されてる。ヤス。これ何くん？な、ヤスくん。ヤスくん。ヤスくん。キノコくんかもしれない。キノコくん。ああ、キノコくんだな、多分。キノコくんだ。間違いない。2話で終わる。ああ、そう。今年コートだろうね。うん。ことが。特製冷やしカレー80円なり80円だっけ、生卵付き、生卵付き、くぼみを作るからルール溢れないと、よいしょ、ほら、とりあえず8の3が見たいな、いくらなんだよ、うん、クリアが見たいよそうだね、せめて8の2に行くこと、8の3に行くことで、成長したというところを実感したい、うん。俺が自分のプレイ見返したとき、8の3で4回死んでたから。おぉ。そんな難しかったか。8の3難しい。何回死ぬかな、やつ。100倍と考えると400。死ぬかもしれん。何個目で死ぬかな。もうやめてくれ。7つどころかもう300個ぐらい傷ついてんだよな。穴だらけだ。7つの胸はもうボロボロだ。だけどブロス主体だから八野さんは。ああ。ブロスにはまあまあ。そうだ。いや強いや。ファイヤー持ってないとかなりきついんだよな、そこ確かに。あいつは強いよ。ゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくり行こうね。ブロスに会えれば。そう。スト6で言うと最弱だけど上位キャラ一人にまあまあいけるやつ。誰だ。誰だ。ダルシム。ああ。すいません、じゃあ次回よろしくお願いします。あそこで終わっときやがって。